九州国際大学附属中学校、高等学校は、福岡県北九州市八幡東区枝光五丁目に、ある私立中学校、高等学校、学校法人九州国際大学が運営。かつては、中高一貫教育が行われていたが、現在は配分になっており、高校自由選択制を採用している。附属中学校から附属高等学校へは、 原則進学が保障されている。故障は、旧国、旧国府中、旧国付高、キージキアなどである。1958年当時、地域の15歳人口の急増に伴い、大学進学を目的とする私立高校が欲しいという北九州地区の PTA や中学校からの要望を受けて設立された。1958年に男子部、1963年に、 女子部が開校。男子部、女子部はそれぞれ別のカリキュラムで授業が行われていたが、2010年度から男子部、女子部が合併し男女とも学校になると同時に一貫部が併部された。中学校単独化後は高校自由選択制を採用し、全生徒が高校受験をしなければならなくなった。ただし、付属中学校から付属高校への進学は原則保障されているが、 一定の基準を満たしていなければ進学できない。また、付属高校教学会以降、12年連続福岡県、受験者数1位を記録しており、一般入試の受験者数は3500人程度、生徒数は2021年5月時点で、付属高校1846人、付属中学校309人、合計2155人となっている。また、 オープンスクールの参加者数も12年連続1位で2020年度は4500名以上が参加している。県内でも倍率が高いことが有名で、難関クラスで70倍、進学クラスでも1.9倍など高い倍率を維持している。地元では一般的に、旧国大付属、旧国、または旧国付高、旧国府中と省略して呼ばれる。アルファベット表記では、 記事、キアと略される。ただ、旧国の呼び方は、大学と重なるため、高校野球の試合等では応援団を中心に、事項のことを単に、付属と呼んでいる。交渉には、不幸、不中と表記されている。旧校名の八幡大学付属高校だった当時は、八大付属、八大などと呼ばれていた。付属高校校歌は作詞、阿南哲郎、作曲、 梅本武雄が制作。また、八幡大学付属から、九州国際大学付属へ改称する際、歌詞の学校名部分の、八幡大学我ら付属高校を新校名に合わせて、九州国際大学付属高校へ変更。男子部廃止の際に男子部を歌う歌詞の部分、若き男子の眉腰を教学科に合わせて、若き我らの眉腰へ変更。付属中学校校科は、 八幡大学附属高等学校出身の歌手、大内義明によって制作された。また、一幹部廃止の際に一幹部を歌う歌詞の部分、旧国大附属中学高等学校を中学単独化に合わせて旧国大附属中学校へ変更。高校には男女別学の時代があった。男子部、女子部の校舎は離れており、男子部校長と女子部校長がそれぞれ置かれた。 入学式、文化祭、体育祭、修学旅行、卒業式などの学校行事も異なり、同名の学校ながら、別々の組織だった。ただし、男子部の野球部が、春1回、夏2回、甲子園に出場した時は、応援席では、男子部、女子部の生徒が一緒に応援した。応援歌も制定されているが、応援歌は、男子部限定だった。2001年には、 移転した九州国際大学跡地に男子部校舎が新築され、2005年には同式地内に女子部校舎が増設された。以後、教学科に向けて別組織だった寮部の交流は盛んになっていった。校歌も男女別であり、高校野球で勝利した時は男子部校歌を採用していた。なお、1年児においては1組2組、2年児からは1組6組が、 特進の中でも選抜された特進選抜クラスとなる。男女共に生徒には枝光駅とスペースワールド駅から学校までのスクールバスが用意される。ありがとうございます。